さあ、犯罪デッキの復活だ。どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、アンリミットデッキでね、ライトロードカオス組んできましたよ。カオスライドか。めちゃくちゃ強いね。これ、やっぱ援軍っていうカードやばいね。このカード。このカードやっぱやばいわ。光の援軍、デッキの上からね、カードを3枚。墓地の送ってデッキからライトロードモンスターを1枚手札に変えるっていう、まあ、このカード強すぎてリミットにね、現在ぶち込まれているということなんですけれども、3積みバチコリとねできる時代があったわけですわ。このカードが、まあ、元からねこのカード大丈夫かみたいなこと言われてたんだけども、でこの、光の援軍と、まあ、それから、エネミーコントローラーっていうのを、まあ、ぶち込みまして、まあ、交換したでもいいんだけど、ぶち込みまして、まあ、これワンキルデッキなんでエネミーコントローラーの方が相性がいいかなと思って入れてます。で、援軍で、まあ、光と闇めっちゃ落とせば、まあ、やっぱりめちゃくちゃ強いモンスターが出せると、まあ、それがやっぱりレビオニアですね。このモンスター最強なんで、で、このモンスターをサーチできるメザーの戦術も入れて、で、あとはライトロードギミックにぶち込んで、基本的に高校ワンキルをしていくと、まあ、そういうデッキです。でですね、これ当時もね結構強かったと思うんですけど、若干の修正が入ってたのがスキル悪夢の章、これスキルが修正入ってまして、手札を1枚デッキに戻すっていうね効果が付与されてるんですわ。まあ戻したところで一応もう一回援軍引けたら強いとかあるんで、まあこのままでいいかなと思って悪夢の章を使ってます。はい、でエクストラデッキねちょっと強くなりました。これね、こいつが追加されたんですよ。ハーピリティスクラッシュ、中クラッシュ。これチューナープラスチューナー以外のモンスターっていうことで、これ何にからも出せるんですね。別にハーピーじゃなくても出せるんで。なんで、例えば、まあ、ここで44とかね、こういうシンクロ方法が結構あるんですよ。なんで、あと、レベル7の、アークミカエルとバレブとかも出せるので、結構強いです、このモンスターは。はい。だから昔と比べるとここぐらいかな、変わってんの多分ここが変わってるくらいかな。しかも昔確かエクストラ6枚くらいしかなかったんで、あの時確かエクシーズモンスターっていうのがいませんでしたんで、まあだから、7枚になったことによって一応まあドラゴンバイロン2枚入れてますけど、まあここ2枚じゃなくてね、なんか他に旧シンクロのホームトランスポーターとか、まあ、祈願城とか、まあああいうのでもいいと思うし、なんかスクラップドラゴンとかも入れていいと思うし、なんか強いデストロイ侍とかもいいと思うし、なんかとりあえず強いの入れてくれみたいな感じ。うん、結構ねなんだろうな、やばい動きするね。やっぱ爆発的展開力ってやつ。うん、これ3枚がねとにかく強いわ。うん、これはねリミットに入っていて正解だなって思いました。早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、おっと梶木亮太君、海のです。お、クリストロか、なんだクリストロはなんか弱ハンド。弱ハンド、びっくりするぐらい弱えじゃん。地獄かな、どうしよう。クリストロって高校ワンキルしてくるっけ、あんまりそのイメージないけどな。全盛期クリストロはめちゃくちゃ強そう。まあ、ただうちの幹部会に使えるやつがいるか知らんけど、城塞クジラ、なるほど、ディニックアビス。ちなみにね僕苦手とするデッキのタイプは複雑なデッキなんで、あれですね、クリストロンとか打天使あたりはめっちゃ苦手です。はい。ちなみに得意なデッキは、弁慶ワンキル、もしくはハヤブサワンキルです。得意デッキはね、さあ城塞クジラ来た。さあ城塞クジラでシンステルスぶっ込んでく、バートルフェイズオッケー。まあそいつは別にいいわ、やられてる。はいはい。オーケーです。俺のターン。あーやった、あぶねえ、あぶねえ、きた天からの恵み、光の援軍発動。ああ落ち方は強いで、オッケー、シーステルスオッケー、シーステルスオッケーで、ルミナスですかね。レビオニア初っ端で行くかどうか問題は発生するな。召喚してレビオニア行って、これちょっと墓地見てか、墓地見て光闇、あーゼッピどっか行くんか、ゼッピどっか行くのやだな。闇属性落ちねえかな。ゼッピどっか行くのやなんだよな。あのカード大したことない説結構ありますよね。これルミナスに一発打たせる説ある。ルミナスに一発打たせて、あでもこれあれか、そうだったかな。これ除去されたら一個難しいか。今絶対レビオニアから行くべきやった一応。でこうして、まあでもねこれレビオニアから行くとワンキル取れないっていう説はあるんですよね。で、雷電効果で闇属性が落ちる。あ、闇属性落ちなくていいや。レビオには切ったから。はいはい。まあでも、レビオに落ちた。なるほど。じゃあ、とりあえずシンクロする前に、こうかな。これで、なんで除外されて、こうですかね。こうして、なんかこれ絶対先にレビオニアやった方がいいんだけどレビオニアで絶対相手のバック踏みに行った方がいいんだけど、多分ね、そんな大したことないバックと俺は読んでいる。それ通してみいただける。じゃあその布施カードと絶対レビオニア下げるのがいいわ。あまりにも久しぶりに回してきて絶対プレイングゴミってるこれ。あ、インパクトか。なるほどな。じゃあ勝ちか。ライトロードアークミカエル特集する。一応理想展開できたわ。でミカエル特集からので、これで海とかいう劇的にやべえカードをゲームから除外しちゃったれば、はいさようならでですね、ゼッピ効果使って、レビオニア戻しながら特殊召喚して、でなんともう一回レビオニアを出してしまうんだ。なんて強いんだ。これでクリボールもケアできてるぜ。いけーあまりにも強い、あまりにも強い。これ絶対一緒でレビオニアの方がいいですよね。ただ理想ムーブするとこうなります。対戦ありがとうございました。爆発的展開。さあお相手の方、闇遊戯さんですね。よろしくお願いします。さあ相手はブラックマジシャンですね。ブラックマジシャン、もう何回かやってるんで分かってるんですよ相手の敵。とりあえずなんか落ち方弱えな。弱くもねえか。でも落ち方弱くもねえわ。強かった。だからルミナ召喚する。違う、こっち先か。目覚めする。目覚めして、でアサシンライデン落として、レビオニア持ってきて、でレビオニア予約しといて、でルミナス効果発動。これなるほど。レビオニア1枚いらねえや。レビオニア1枚いらねえ。でこれでアサシンライデン特殊でライデン効果、はい、ゼビロス落ちた。オッケー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 。でエバっといて、これでステゴサイバーも落ちてるんで、まあそんなにやばいことは起きないでしょうおそらく。多分ね、そんなに簡単にワンキルはできんと思う。こいつをバウンスしてもステゴサイバーが落ちてるから大丈夫で、はいはい。ブラックマジシャンね。ブラマジオッケーオッケー。これじゃんけんだったわ。じゃんけん勝ってるからギリギリ耐えてるこれ先行取られてたらやばいことが起きていた可能性は結構ある。うわ、先行取られてたら終わった可能性。2枚光ってる。オッケー。モンスター効果発動。はいはい。スタンバイ。お、そこで打っていく。なるほど、レビオニアケアか。そうかそうか、レビオニアがいるからってことね。はい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 。なるほどですね。まあでもこれスタンバイで打っちゃうと、なんかエバリーの効果の処理が終わった後に打てばいいんじゃないかな。こっちタイミング早い気がするけど。でカードを除外していく。これね、多分終わった後処理後にねタイミングがあるから、そこで打った方が良かったんじゃないかな多分。ナビゲート一応で除外されてくるでしょ。で黒の魔導士の効果で除外していく。なるほど、はい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 。こっからよ、こっからよ。問題はまずレビオニアと光と闇を除外していく。こうかな。でこことこことここ除外して、とりあえず挨拶していく。でレビオニア効果発動。さあなんかあるね。なるほど、イリュージョンマジック。はい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 。一応ブラックマジシャンは回収していく。であとは俺は4000パンチ、4000をこれクリボールあるのケアしながら4000パンチすればいいんだな。でだちょっと待っとね。なるほど、これはこうじゃねえかここで2ドローじゃねえか。よーしよ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 し。強い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 ぞ強いぞ。ルミナス召喚してくる。ルミナス効果と手札1枚パッてやって、でライデンも特殊召喚してく。でで、ミカエルでいいかな。ミカエルでしょ、3枚でしょ、3枚、残りで4枚、大丈夫、ギリギリ残る、ギリギリ残る。でミカエルで、こいつが破壊されたらライドルの旺盛からワンチャンある。こうしてでゼッピュ効果使って戻して、でこうしてで相手カイトロイド入ってるんで、カイトだったら結局レビオニア出しても意味ないんで、レビオニアは温存。オッケー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 、カイトロイドなし。このじゃんけん感すごいな。ブラマジにね先行取られたら負けなんだよね、この環境。コズミック入ってないから、これやべえ、先行取られたー、負けかもしれねえ、逆だったかもしれねえ。俺のターンやべえ、ロット紹介やめてくれ、魔導陣もやめてくれやばいぞ、先行はやべえ。そしてなんか弱え。でもこれ援軍引いてね、援軍引いたらワンチャンだ、これ援軍引いたら結構あります。援軍引いて、援軍引いて、援軍引いたら結構あるな、これ。援軍引いてからのレビオニアっていうね、いきなりレビオニアドンみたいなことできるんでいや多分頼む、援軍あー弱えなー。ジンナビできそうだな相手、ジンナビしかできん多分相手。まあ、とりあえずライトロード、アサシンライデンを捨てていくしかないんだけどね。でレビオニアを持ってくるしかないと。でレビオニア3兄弟揃った。レビオニア3兄弟は揃っていくが、とりあえずルミナスの召喚を許していただけるかどうか。ルミナス召喚を許していただけるかどうか。許していただけないやべえ、負けたかもしれねえ、逆だったかもしれねえ。あマジじゃんけんじゃね、これマジじゃんけんなんだけど。で魔導陣向こうがそう、エレコンするしかありません。エレコンしかやることがありません。エネミーコントローラー発動。いやここでさワンチャンあれだったよな、なんだ援軍とか持ってたらワンチャンあったよな。マジシャン強っしょ、ここだけ言えることがあるわみんな。ノーリミット環境はね楽しいんだけど、ブラックマジシャンがいるせいでじゃんけんになる。対戦ありがとうございました。